姿磯太郎姿磯太郎11月15日から1952年7月5日は日本の作曲家。30曲に及ぶ還元楽作品を残し、没後半世紀を経た1999年に栃木県の蔵から主要作品が発見され、話題となった。1907年11月15日、横浜市中区西戸部町で姿彦像。 佐賀夫婦の長男として生まれる。同年は小舟高次郎、平尾岸を郎、松平頼継、深井四郎、大沢久人といった作曲家たちが相次いで誕生している。姿家は明治時代に祖父がギートの取引などで莫大な財を成し、裕福な家庭であった。恵まれた家庭環境の中らに不自由なく育った姿は幼少から、 いろいろなものに興味を持ち、特に美術と音楽に関しては非凡な才能を表していた。姿は美術、音楽のいずれの道に進むか迷っていたが、関東学院中学に入学後、本格的に音楽を志すようになる。彼はまずピアノを同行教師、医師の広志に、声楽と理論を、カブラギ近作に、バイオリンを、山井元清に学んだ。山井は、 国内小学部の学士で雅楽を五千に移す作業をライフワークとしていた。1927年、姿は肺結核に罹患、関東学院中等部五年を中退する。病状安定後次々と音楽界の大家たちの元を訪れ、教えをこうた。まず、山田光作、真嗣、清良,良氏にドイツロマン派の作曲理論の指導を仰ぐ。翌年からは、 フランス近代を音楽に傾倒していた菅原明朗にも還元楽法を学んだ。1933年、マーラージカデシのクラウスプリングスハイムに指示。絵天学の作曲で広く海外に評価されていたこの絵秀マロにも教えを受けた。様々な作曲技法を学んだ姿は、公共詩、横浜、還元楽曲、春の訪れ、公共詩、桜など、 フランス印象派風の修作を経て作曲コンクールへの応募を開始した。1936年、区内省式部職学部主催の還元楽曲募集コンクールに日本カレー絵巻作品1が入選。日本放送協会主催の祝祭転用還元楽曲検証に祭典前奏曲作品2が4位に入選。翌年の元旦にラジオ放送された。 また、霊明作曲家同盟主催日本現代、作品発表会にも、前奏曲と遁奏曲作品3が選ばれた。1938年、新興協楽団主催第2回、法人作品コンクールに、公共的部局作品4が小舟孝二郎、祭りの頃、山田和夫、若者の歌ヘル歌、タ、平尾騎士夫、隅田川、小木原としつぐ、日本風部局と共に入選。 2月25日、ヨーゼフ・ローゼンシュト指揮する新公共楽団により、初演された。公共的部局は、同年6月、ローマ、ワルシャワ、ヘルシンキにおいて、小舟・コ次ジローの指揮により、伊福部アキラの日本教師局等と共に演奏された。受賞にあたって、姿は次のように語っている。自分はまだまだ高機ロマン派の技法を十分、習得しているとは言えず、 この作品の作曲にあたっては試行錯誤を重ねたが、現時点では最善を尽くしたつもりである。真に、日本の民族的な心情を芸術作品として昇華させるには、これからは後期ロマン派の手法を身につけることが不可欠であると、自分は考える。同年、日本放送協会から姿のもとに初の作曲依頼が舞い込んだ。この年から始まった。 国民主局シリーズで国威発揚を目指し、日本の民謡戦術を主題とすることが条件となっていた。当時この国民主局シリーズの作曲依頼を受けることは、一流の作曲家として認められることを意味しており、依頼を受けたのは姿以外に、飯田忍池内智次郎大田忠大中寅ら清瀬康二、甲文也菅原明朗、杉山生を 服部忠平ただ夫、深井志郎、松平頼り宮原貞だ山田和夫、山本直太、大木正夫といった面々で、音楽学校歴もなく平営危険者にも合格しなかった姿にとっては、名誉なことであった。こうして生み出されたのが、国民史局、東北と関東作品語である。1939年12月7日午後8時、ラジオ、 国民主局の言うの中で、金子昇式日本交響楽団により、東北と関東は放送所演された。放送にあたり、姿は下記のような楽曲解説を寄せている。昭和13年12月の作、民謡のうちにある日の姿を書いた二部作。この二曲は、現実生活の憂鬱な感情から解放される祭りの切り囲き器を描出したもので、 いずれも憂鬱な導入部から始まり、迷路改虐的な感情へ展開される。第一部は、心に、完全を描いて、それが、現実に対して悲壮的とはいえ、神社の境内にお手素直に嬉しく踊る、人々の様子を表現し、一手主題には、よされ不死を用意、東北的な感情を描出した曲。構成は、ロンド形式。第二部、これは前者に反し、 物事に関して、まず現実的な直接行動に移す、元気な江戸津古気質な関東的な感情を描出した曲。構成は、そなた形式。東北と関東スコアには姿自身により、初演記録が書き残されている。昭和14年12月7日午後8時より、日本放送協会にて、国民主局の優として、放送初演。 式はそれぞれ作曲者がなすた手前であったが、大歓迎学の式未経験になるため、友人の金子のぼくんに頼んだ。金子くんは、式法の勉強中にて、日本公共楽団を指揮したき熱望にて、彼に止めの棒を持った。したがって、残念ながら不結果であった。昭和17年6月12日午後2時、日本放送協会より、海外向き放送を行う。式は、 教会より、金子君を指定し、再度なるため十分説明をなし、よって、前回よりやの両方であった。旋律が浮いてきて、立体感が出てきた。公共的部局を境に、姿は、フランス印象派的作曲法から、ドイツ・オーストリアの高キロマン派の作曲法へと、作曲手法を移していく。緊迫した説をも、そのような作品を求めており、 コンクールでも高く評価されていたという事情もあった。1939年には、公共的序曲作品録画 NHK 主催、後期2600年宝縮還元楽曲検証、序曲の部に、早坂文雄の序曲二丁王と共に入賞。翌40年2月11日の期限節に、山田工作式、日本放送公共楽団により放送承演された。同年、 紀元2600年記念日本放送協会コンクールに軍隊行進曲、行軍、満州国新教音楽院コンクールに歓喜よく、作曲コンクールに進撃の3曲の還元楽のための行進曲が立て続けに入選した。行進曲、行軍は作曲当時の録音が残されている。この三曲の行進曲は、その後、安国神社春秋臨時大祭に、 使用のためによくより移植された、英霊に捧ぐとともに、作品7として姿自身の手によりまとめられた。戦時中の姿の活躍は目覚ましく、台湾舞踏曲、序曲、万民翼さん、太平洋演舞曲、風画による舞踊曲など、戦争に関連したタイトルを持つものを中心に10曲以上の作品が書かれ、その多くは連日ラジオから放送された。 1942年、日本ビクターの第一回還元楽曲検証に初の公共曲となる公共曲第一番派長長作品14が加作入選した。1941年、姿はヨックから戦死者早々のための音楽の作曲を移植され、太平洋戦争開戦直前の昭和16年11月1日に早々曲、追奏が作曲された。 葬送曲、追走には、それまでの姿の音楽にはない内的心情のトロが見られる。昭和18年6月7日、山本56大将の国葬にあたり、この葬送曲、追走が演奏された。その後一度も再演の機会を得ることなく、今日に至っている。多くの作品が評価された結果、姿は1937年により、 帝国高等音楽学校作曲家食卓として1944年同行が廃校になるまで勤務横浜合唱団の指揮者としても活躍した。しかし、選曲の悪化とともに1944年、父親の故郷である栃木県田沼町への疎開し、同地で終戦を迎えた。終戦後も病弱な姿は田沼町に止まった。疎開当初は、 会社事務の仕事に携わったが、持病の肺結核の発作のため実家で療養生活に専念することを余儀なくされた。戦前様々な入賞歴を誇った彼の還元楽曲の数々も、戦後は再演の機会は愚か存在すら無視された。音楽学校出身など学罰とは無縁で、学会との付き合いが薄かったこともあり、姿は次第に中央学団から忘れられてゆく。 戦前からの係で時折 NHK から作曲依頼が来るものの多くは通俗的な商品や民謡の編曲といった依頼であった。しかしそんな中にあっても姿は決して自らの創作活動を滞らせることはなかった。戦争で疲弊した人々が今何より明るい明日を感じ取れるような音楽を求めているのであれば、 今自分が果たすべき役割は、そのような分野で努力することしかないのだ。こうして通俗的商品の分野で、姿は、更新曲集、第2集、オーパス17、通俗楽曲集第1集、オーパス21、通俗楽曲集、第2集、オーパス24など、多くの作品を生み出した。1950年、NHK ラジオ歌謡に応募するために作曲した。 ご飯の歌が入選する。その方に接した姿は、次のような感想を述べている。NHK25 周年記念ラジオ、歌謡検証募集5種目のうち、全883曲の中から5曲当選マイナス1種1曲、かさくなり、そのうちの1曲ご飯の歌、に当選。これが入選とは、全く意外なり。昭和25年3月17日発表。 3月21日、小野都子の独唱により、NHK から初放送されて、以後、ご飯の歌は地元、田沼町の人々に歌い継がれ、その後、姿音楽の復権に重要な役割を果たすこととなる。田沼町の父親の実家では、その2階が姿の仕事部屋であった。彼の作曲に打ち込む姿勢は厳しく、仕事部屋でピアノを弾いているときは、 家族の誰もが怖がって近づけなかったという。学章に行き詰まった時など、集中するため深夜でも頭から冷水をかぶり、自らを奮い立たせ作曲を続けた。おじさまが良いとおっしゃらなければ、私たちは決して2階の仕事部屋には入ってはならないことになっていました。でも作曲に疲れた時など、私たち子供を部屋に招き入れ、一緒に遊んでくれたことを覚えています。おじは、 手先がとても器用で、機関車の模型などを作ることも得意でした。ある日、おじの自転車に乗せてもらって、稲子取りに行ったことがありました。これが、稲子だよおじに教えられ、私は面白くて夢中で稲子を取りました。そして、二人で大収穫をあげることができたんです。ひちゃん、うまいね。おじは優しく褒めてくれました。その時の青い空、広い野原の緑。 おじに乗せてもらった自転車の黒いフレーム、そして自転車の後ろでしっかりおじに捕まったワイシャツの白とがまるで映画のシーンのように今も私の中に鮮明に残っています。姿は決して仕事部屋に閉じこもるばかりでなく地域の人々と音楽を通じ積極的に関わった。1947年、田沼町南部青年団の求めに応じその段下を作曲したのを皮切りに その後も田沼小学校、中学校の校歌や彦コマオ間などの民謡を求められるままに次々と作曲した。こうした楽曲の譜面の片隅に次のような記述が見られる。一流歌人、詩人の作品に作曲することは結構であるが、こうした素人の作詞もまた結構である。これらの中から自分のアイデアが生まれ、楽曲が生まれる。 姿は地域の人々に音楽の指導も行った。猛暑の中南部青年団の指導のため練習場への長い道のりを顔にいっぱい汗をかきながら自転車をこぐ姿に人々心の芸術家の姿を見た。選ぶったところが一つもなくて親戚の話とか気さくにしてくれていつもアルバムなんか見せてくれたので私なんか大きい写真。 どんどんもらっちゃったんですよ。立派な先生だってことは意識してましたけど、微笑みの絶えない方でした。かつて姿からピアノを習い、後に田沼小学校で音楽教師を務めた小花洋子は姿からレッスンを受けていた時、頼まれて出来たての効果を小学校に急いで届けた日のことをよく覚えていた。いつもメガネの奥から優しい瞳で、本当に 作曲の大家である先生とは思えないような、初心者にも優しい温かい指導をしてくださった、思い出深い先生です姿がその段下を作曲し、合唱の指導もした田沼町南部青年団の元メンバーの声を一家に記す。何もできないわ我々を、ちゃんと指導してくださった。とにかく面倒見のいい方でした。常にニコニコして、とにかくいい人でした。挨拶なんかすると。 ニコニコって思う長の顔で優しい笑顔を見せてくれました。それはものすごい印象でしたね。いろいろな面で文化っていうか、そういうものの目を作っていただいた気がします。彼の仕事部屋からは訪ねてきた街の人々と語り合う姿の笑い声がよく聞かれたという。1946年、姿は NHK ラジオの放送用のための弦楽四重奏曲の作曲を依頼された。 通俗的商品以外を発表できる後期に戦前から密かに研究を続けてきた前衛的手法を用いた初の作品を提出する。それが第二玄楽四重奏、無調風である。第二玄楽四重奏は当初1946年8月4日午後5時45分から NHK 東京第一放送の現代日本のおとらくという番組で1941年の 第一弦楽四重奏の第二楽章と共に放送される予定だった。ところが収録の際、第二弦楽四重奏は演奏を拒絶されてしまう。やむなく NHK はプログラムを第一弦楽四重奏全曲に切り替え、第二弦楽四重奏の初演は、その後55年の時をまとねばならなかった。当時の演奏家には、このような無調作品は、 音楽ではないと映ったのだろうか。作曲後55年を経て初演された、弦楽四重奏第2番無調性は、現代を生きる、僕の耳には、無調イコール先端では当然なく、実に古典的な和洋折衷の音楽だった。その響きは、第1楽章に代表される、ショスタコビッチの弦楽四重奏のような、重く、冷たく沈んだ音と、第3楽章に代表される、 日本の祭り林のような音が跳ね、リズムが弾む、いかにも日本的な音との融合であった。現代では失われてしまった日本の音、例えば各地の祭り林の旋律から喚起される、その情感は、かろうじてまだ僕らの記憶のどこかに潜んでいる。それは、遠い少年の日の記憶かもしれないし、自分が直接聞いたわけではない、いわば遺伝子の記憶なのかもしれない。 しかし大事なのは、その記憶が何かのきっかけによって、未だに喚起されるものであるということだ。時を隔てて、那ほ喚起される記憶こそが、僕らの根幹をなす、言ってみれば、アイデンティティというものの正体なのであろう。あの時代に、西洋から来たクラシックという枠の中に、日本の上官に根ざしたアイデンティティを埋め込んだ、姿いそ太郎。そこいらへんに、 僕がこれから進むべき道の指針が隠されている気がした。第二元楽四重奏は演奏拒否にあったが、その後もたとえ演奏の当てがなくとも、姿はオーケストラ作品を書き続けた。代表的なものに、ピカソの絵作品23、バレエ音楽、生命の立動作品25、日本舞踊音楽集がある。1952年に入り、姿の持病である。 肺結核の症状は悪化し、作曲時意識が朦朧とすることもあったという。自らに残された時間が多くないことを悟った姿は、書き留めた作品のフルスコアを、プログラム等の資料と共に、トランクに収める作業に着手、姿磯太郎作品目録を添え、静かにその蓋を閉じた。1五十二年七月五日、姿磯太郎は、故郷、横浜に二度と戻ることなく、 田沼町の自宅で45年の生涯を閉じた。現在、姿の墓は田沼町の慶安寺にある。名の黒沢洋子は語る。叔父はずっと肺結核と戦い続けた一生でしたが、その全ての時間を自分の作曲に当てることができました。その意味では幸せだったのではないでしょうか。しかし、姿の作品が詰められたトランクは、 その死後47年もの間一度も日の目を見ることなく田沼町の蔵の片隅で眠り続けた姿の死後彼の名は音楽界から完全に忘れ去られた1994年刊行の日本の還元楽作品表には姿の名前と主要作品演奏歴等が詳しく記載されていたが楽譜の所在は不明で行進曲新中国台湾舞踏曲 序曲、万民翼さん、サラセン部曲など数曲の吹奏楽曲が NHK アーカイブスで確認されたのみであった。そうした状況の中、姿終焉の地、田沼町では、ご飯の歌、万寿しゃげなどの歌曲がずっと歌い継がれていた。1997年、田沼町女性コーラス15周年コンサートの際、同コーラス代表、K の秀子は、姿の親族に、こう問いかけた。 もっと他に、姿先生が作曲された、私たちが歌えるような曲はないでしょうか。当時姿が住んでいた住居は、すでになく、古びた蔵が残されているのみであった。あの蔵に、先生の譜面が収められているはず姿から直接、レッスンを受けた、元田沼小学校教師、小花陽子の証言を受けて、親族は、蔵の調査を約束した。1999年5月。 蔵の最も奥から黒い皮を張った大きなトランクが発見された。調査に立ち会った姿の名子、黒沢雄太は、その時の様子を次のように記している。トランクを開けた瞬間、今まで闇の中で熟成されてきた姿磯太郎という名の作曲家の思いの竹が、50年の時を超えて大空に舞い上がっていった。 トランクからは25曲の還元楽曲をはじめ室内、楽曲、歌曲、吹奏楽曲から、ピアノのための商品、童謡、シャンソン、オペレッタに至るまで、多種多様なジャンルの楽譜の他に、音楽界のポスター、新聞記事、雑誌など、約50点。姿が、その生涯をかけて取り組んだ仕事の、ほぼすべてが収められていた。姿の名、黒沢洋子は、 姿の楽譜を神奈川フィルの事務局に言いつけた。当時の神奈川フィル事務局長、鈴木昭治は、その時のことをこう振り返る実は年に数度くらい、これは傑作だからぜひ、オタクのオーケストラで演奏してほしいなんていう依頼が舞い込むのです。でもそのほとんどが親類が書いたとか、自慢の息子の傑作といった類のもので、姿磯太郎の楽譜が最初に持ち込まれた時も、 ああ、またその類かと正直思いました。しかし、実際に、公共紙、横浜の譜面を見て驚きました。西洋音楽の情報が、今日のように十分伝わっていたとは思えないあの時期に、これほどの作曲技法を習得し、自分の音楽として仕上げている。とても戦前の作品とは信じられませんでした。神奈川フィルは直ちに姿の還元楽作品の、 コンサートの開催を決定した。タイトル、音楽遺産発掘、菅田磯太郎の世界、趣旨、横浜市出身で、戦後疎開先の栃木県田沼町で、音楽振興に尽力した、作曲家、菅田磯太郎の肉筆楽譜が、死後47年ぶりに、遺品から発見された。22曲の肉筆楽譜などの中には、還元楽室内楽歌曲、 合唱曲などの極めて芸術性の高い作品のスコアもあり、田沼町教育委員会では文化遺産としての保存を検討する傍ら、遺作の演奏の可能性について模索していると聞く。作品には公共紙、横浜という対作もあり、神奈川フィルハーモニー還元楽団には1年前に遺族を通じて情報の提供と協力の依頼が来た。当団では、 姿氏の作品を分析、発見された作品が日本の音楽史に与える重要性について慎重に検討した。その結果、これらの作品を風化させることなく、無名の天才の音楽を再現させることは極めて意味のある事業であるという結論に至った。他の作品の分析なども必要なため、演奏会は平成14年度末に実施することとし、 現在その準備を行っているが、当団としては単に作品を紹介するだけでなく、姿氏の人物像にも焦点を当て、横浜市や田沼町など、ゆかりのある関係箇所にもヒアリングを行いながら、歴史に埋没した姿氏の生き方を探ってみたいと考えている。やがて、このコンサートに向け強力なスケットが現れた。神奈川フィルの事務局に顔を見せたのは、 音楽評論家の片山途中であった。片山は直ちに田沼町に飛び、町立図書館に移された姿の楽譜のすべてに丹念に目を通し、その内容について詳細な報告書を完成、コンサートの企画、選曲に力を注いだ。そしてコンサートのプログラムの解説の執筆、当日のレクチャーも担当することとなった。コンサートの指揮者には、 数多くの法人作品演奏の経験を持つ小松和彦が選ばれた。2002年2月9日、神奈川県立音楽堂において、神奈川フィル、姿磯太郎の世界コンサートが開催された。プログラムは次の通り。公共的助曲、総流公有の舞、東洋組曲、砂漠の情景、公共史、横浜この演奏会を聴いた作曲家、池部慎一郎は、 その感想を次のように記している。この日演奏された一曲目は公共的序曲。管楽器群がクレッシェンドしつつ和音を奏する形が斬新。次の創流交流の舞は雅楽に基づく意欲的な作品。東洋組曲砂漠の情景は当時の字曲を反映したエキゾチックな曲でホイッスルまで駆使したオーケストレーションは華麗だ。 とりわけ興味深かったのは4曲目の公共詩、横浜。2部からなる大作だが、1932年、つまり最初期の、やや修作的なものだ。ストラビンスキーの火の鳥や春の祭典、また、ラベルのダフニスとクロエなどに、そっくりのフレーズが顔を覗かせる。あの当時、このような新しい音楽の情報に精通し、模倣的とはいえ、 書いたことには驚きを禁じ得ない。さらに、弦楽器のコルレーニョや、チェレスタによる旋律など、実験的な精神にも満ちている。これは大した作曲家だぞ。僕はうなった会場には、田沼町から、チャーターバスで駆けつけた、姿と関わった経験を持つ、人々の姿があった。終演後オーケストラのメンバー一人数とに、ありがとうございましたと声をかける彼らの姿が見られた。 中には今日の演奏を先生ご自身に聞かせたかったと涙ながらに語る人もいたという。1999年に発見の自筆譜は現在神奈川県立図書館所蔵。よく移植作品の一部は NHK アーカイブス所蔵。2002年以降初演。再演された作品は演奏用上昇譜がある。は2011.826本だみか。 渡辺麻里により録音、ありがとうございます。